この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承ください。 急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見て